途切れた時かもしれん。試したかったわ。オフェンスがその罠に向かってタックルした時にカチャってはまるんかなと思って。これ終わったら終わりかな。7分かかれば。さあ行きましょう。鹿ですね。はい、首からトウモロコシ畑はだわわ。あー、これ真ん中行けよかったな。まあいっか、海に多分一人いるよね。いねえか、いねえ、もしかして。じゃあ船下だな、真ん中だ。やべえ、スポイチ覚えてないからうんこだ。スポイチ覚えてないからうんこじゃ、マジうんこ。冒険家ですね。はい、冒険家じゃない、誰これ、弁護士。はい、届く。くっそ。もう一人いる、チョコシ。場所バレてる。あ、そっか、そうや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 ったわ。そうやった。俺心眼がいるからさ。はい、えっ、うっそ、今ので崩れたわ。もう今ので、こいつ恐怖ないから気にせんやろ。え、今のもったいな。はい、オッケー。はい、オフェンス、よっしゃー、フォーン。やばい、鹿好き、鹿好き。忘れてた、俺もうあそこに罠仕掛けたの忘れてた、忘れてた俺。好き、鹿好き。あ、後ろおる、のせいか、調合師。もう半分超えてんじゃねえかよ。半分超えてるじゃねえか、もう。え、嘘、おい、今のちょっと恐怖になるのはおかしいね。今の当たらんかなと思ったけど当たりましたね。心眼いますね、心眼追っちゃいますか。いや、心眼じゃねえな。あの揺れてるとこないんですけど、まず。これ落ちたそのまま はまるの面白くない。心眼いねえんだけど、消えちゃった心眼。お、もうそうめえ。あ、俺足跡見づれやな、これマジで。弁護士の動きすごいあれだね、なんかすごい俺っぽいよね、なんか。え、あ、ここか、見えねえ、足跡見えないわ。ニョニョやめたからか、そうかもしれん、もうそれに頼り切っちゃってるからさ、見えなかった。やっぱリッパーじゃないと。なんで、いや、これ強えな。無理か、近すぎて。あの来そうなルートにいっぱい置いときゃいいよね。来ないね。心眼船上でしょ。うん、で海辺に一人調香師がおるわ。
や、鹿強すぎだな、ほんまに。うえ、うえ、釣って、送りましょう。さっさっと、さっさっと。ゴー。何回でもいける。これ。無限。無限です。あ、心眼かわいそうやね。目見えないのに。すごい痛々しくない？めっちゃ痛々しいんだけど。かわいそうな。調査兵団。あのオフェンスのところでマジで鹿の強さ現れたよね。あれさ、チェス中に鹿があそこに置いたなんて分かんないよね。素直に板潰さなくていいんだよ。すごくないやん、これ。やばいね、ほんまに強いわ。え、マルチかな。リッスン白黒。あ、でも放送終わってから、放送終わってから中国に来るから、多分あれか、マルチだよね。多分マルチだよね。マルチですね。いい、誰かおる。仕掛けといたろ。仕掛けといたろ。でもここにね、心眼がおるんよ、ここら辺に。心眼か知らんけど、どこしか。オーケー。気のせいか、なんかおった気がする。おい、あ、罠仕掛けりゃよかったんじゃない。大丈夫か、いけるかなこいつ。オーケー。カウボーイおるかな、大丈夫か。ちょちょ、あ、これ消えるな、ちょっと嫌だね。消えるな、罠が。消えないか、消えてない。オッケー。これ心眼かな、心眼ですね。オッケー。うん、あれ超えるやん、超えるやん。診断はちょっと出しゃばりすぎたよね、な、そう思うよね。で戻ってきた、診断が。まずこいつ飛ぶぞ。こいつマストダイ、こいつマストダイ。はい、次に心眼やればいいか。血なしでですね。あれ心眼どこ行ったんやろ、耳鳴りなくなっちゃった。おった。え、ここやってくれないんだ。縄、縄ずい。心眼おいでいいでしょ。妻子もまだそんなにね、力発揮しないし。回ってますね。お、カウボーイでもいいね。カウボーイいいじゃん。とりあえず追っちゃおうぜ、見つけ次第追っちゃおうぜ。
これ入るでしょ。 OK。 ここ強いからね。うわーやばい、うわこれあかん、これやばいやばい、鹿やば、鹿ちょっとやばすぎ。まだ制限時間ない、まだ制限時間ないの、ないの、まだ制限時間ない。あーでも引き分けまでいかれそうだな、これ普通に引き分け。誰も救助来ないんですけど、あれあれ、え、ちょっと誰も救助来ないんですけど、誰も救助来んな。大使おるね。減速させよ、とりあえず、とりあえず減速。引っ張っちゃった、引っ張れたわ。心眼がいるね、行こう。俺の罠かからなかったんやんか、これ俺の罠。罠だらけにしたろ、ここ日本みたいに低ランだからって罠だらけ。罠見えるんかな、やっぱ。あ、最初罠かかった、まあ放置しとこうか。一生懸命罠避けてるわ。罠避けるとまあ当たるよね。罠避けるとまあおのずとこの板塞がれるよね。すごくない？この板にはもう入れないんですよ、罠があるから。いや強くない？罠一つで、いや強いな、さすがに。しかも妻子フックかけたから場所バレてんだよね、今見えたわ。で鹿がもう高速移動を手に入れたと、はい、ですよね。鹿が高速移動を手に入れた。どこだ？いねえ、いないです皆さん。あ、いた、いたわ、みんな、いたわ。板にいた。よし、強い、強いわ、強いわ。あ、罠気になるな、ちょっと見て。コンテンツ豊富だよ本当に。アプリ一つでいろんな配信者のそのまま見れるってすごいよね。いや進んでるわ、進んでるね、マジですごいわ。もうこのアプリ一つでのんびり見れるよ本当に。いろんな配信者いるからさ、アレックスのもあるからさ、ほんまに参考になるし。いや日本マジでやった方がいいよね、普通に中国の流した方がいいと思う。あ、調合システム見ようっと。いいよねマジで、勉強になるよ絶対。こんないっぱい配信者いて、ね、まあ、好きな配信者見つけてその配信者の立ち回りね真似する、勉強するだけでもね上手くなるはずよねマジで。ただ信用してもすぐ離れない、もうこれはもう知恵さえるから死ぬよね。やべえ、ハンター何なのか一切見ない。反応そう。やべえ、俺見てるみたいだ、後ろ一切見ない。やべえ、俺見てるみたいだ、すげえ。ここ俺後ろ見るからね、俺後ろ見るからね、俺ここ、俺見るからね。あ、一応フックは避ける。あ、見よるやん、すごっ、え、うま
うめえじゃんこいつ、見えじゃん。これは窓行くしかないやん、こんな存在感渡したくないからか。心眼わかんないねこれね。他の人何してんだろう。五条悟るじゃんみんな。五条悟るを何回も断る。五条悟る、五条先生やん、最強のやつじゃん。あいつ最強じゃないマジで。とりあえず目をさ、目を隠してるやつみんな強い。ドーンで心眼戻るんでしょどうせ。この人の動き見よ、ちょっと立ってからまた戻るんでしょ。戻る。誰も救助やけど危なくない心眼、超危ねえの。動きえぐいね。ここ上げたいんだろうな、わかる。で、ハンター戻ってきたから、また、もう無駄な動きすぎて。やば。危ないよ、これ、ほんまに。で、ハンター戻るでしょ？あ、もう救助来ようとしてたんだ。ほら、祭司。あ、違うわ。救助する素振りもないわ。あ、ちょっと待ってる。え、カウボーイも待ってる、ほら。え、で、心眼も待ってる。あと、心眼追われてんか。え、こいつらすごくない？あ、カウボーイおったんや。ふざけんなよ、解読せえよ。解読せえよ。いらねえ。やべえ、面白い。いらなくない今の。いや、面白いわ。はい、で、さあ、カウボーイ見ようぜ。即死カウボーイ。あ、罠、罠見えるね、普通に。多分普通に見えるわ。あ、罠あるよ。罠あるにもかかわらず、引っ張られて、外に行ってまないか。罠あるにもかかわらず、